千恵文駅は、北海道内卸千恵文11線にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は、W51。電報略号は地府。1977年の千恵文駅と、周囲約500メートル範囲の状況。上が、稚内方面。千鳥式ホーム2面2線とその外側に、貨物積み卸し用の副本線。 駅舎横の名寄川に貨物積み下ろし場と引き込み線及びストックヤード。駅裏のストックヤードはすでに使用されていない。また島上のホームの深本線側が植栽され、短式ホームとして使用されているのが確認できる。国土交通省国土画像情報をもとに、作成開業時の所在地名より、後に尊名となり、現在でもあざなとして用いられている。名称は、 現在の知恵文沼のアイヌ5名、チェプウントに由来する短式ホーム1面1線を有する地上駅。ホームは線路の西側に存在する分岐器を持たない防線駅となっている。かつてはホームが地鳥り式に配置された相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。当時は互いのホームは駅舎側ホーム北側と 対向側ホーム南側を結んだ、校内踏切で連絡した。駅舎側が下り1番線、対向側ホームが上り2番線となっていた。その他対向側ホーム外側への、主に貨物の留置用もしくは、山側からの貨物積み下ろし用として、副本線を一線、1番線の旭川方から分岐し、駅舎南側のホーム切りかき木部分の貨物ホームへの、 貨物属性を一線有していた。交換設備運用廃止後は、線路は撤去されたが、ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲している。名寄駅管理の無地見駅。駅舎は、構内の西側に位置し、ホーム中央部分に接している。友人駅時代からの駅舎は改築され、余3500系車商車を改造した、貨車駅舎となっている。旧駅舎の基礎の上に設置されている。 宗谷本線の他の貨車駅舎と違い、外壁に華やかな藤色の鋼板が貼られている。図色によるものではなく、完全に新調された外壁で、間隔が細かい波板を使用している。同時に内部も再整備されている模様である。改築当初は他の貨車駅舎と同様の図色であったが3月時点では、この図色その後外壁にひまわりの絵が描かれた時期を経て、 現在の外壁となった。駅舎内にトイレを有する。かつての2番線ホームは1番線ホームに比べ、有効長が短かった。かつて林業が盛んであった頃は、近隣の山林から切り出した木材の積み出し駅であった。1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅前にレンタサイクルがある。周辺には小さな集落がある。 北海道旅客鉄道総屋本線日市駅、北西駅知恵文駅、里式大駅美深駅、上り終電は、北西駅、里式大駅、南美深駅を通過する。ありがとうございます。